きみたいに奥まってます。でもすぐこの右奥は六本木ヒルズなんですね。の奥です。シーギャラリーさんに行ってきました。五木田智さんの展示に伺ったんですけど、欲しい作品がいくつもありました。小さい作品もちょっとプライスもちょっと聞きまして、あんまり大きい声では言えないんですけど、本当頑張ればギリギリ買える、車ちょっと高い普通の新車の2台分ぐらいの価格で小さい作品は買えるそうです。で、大きい作品は全然前なんで買うことはちょっとできないんですけど、すごくすごく気になる作品でした。五木田さんの思い出がちょっとありまして、当時西麻布にクラブイエローっていうのがあったんですけど、そこでフライングリズムっていうバンドが、ダブ系の、日本のバンドがあるんですけど、のフライングリズムとかの、CD ジャケットとかを五木田さんが手掛けたりしていて、その時五木田さんグッズで、T シャツとか出してたんですよね。その T シャツとかも、すごく可愛くて、当時からすごい五木田さんのイラストいいなと思ってたんですけど、いつの間にか海外の、ギャラリーにも所属して、今は、ロサンゼルスの、ブラム&ポーというすごく有名な原宿にもブラム&ポーあるんですけど、ギャラリーに所属していて、日本では今回高い C ギャラリーさんで、ね、展示がありました。いつか五木田さんの作品買ってみたい、仕事いっぱい頑張って五木田さんの作品買えるようになりたいと思ってます。そんな感じで、今から今ねもう1時前ぐらいで1時15分から、お仕事の待ち合わせ、青山かなにあるので、青山に行ってきます。じゃあね。